1956年のハンキューブレーブスでは、1956年のハンキューブレーブスの動向をまとめる。この年のハンキューブレーブスは、2回目の西村正雄、監督体制の3年目のシーズンである。ロベルト・バルボンが入団した前年は4位ながらも、直近20とまずまずで、チームはこの年こそ優勝が期待された。契約解禁直後にハンキューと契約締結した。 期待の新人、米田哲也が、地元公演者の説得により、大阪タイガースとも契約し、シーズン開幕前に、米田についての二重契約問題が浮上した。コミッショナーに就任したばかりの下、最高裁判所判事の井上昇ボルが、先に契約した阪急が優先されるという裁定を、下し、米田は阪急に入団した。米田は、先輩の梶本隆親安倍八郎。 柴田栄治、種田博志らと強力にローテーションを形成し、投手陣の熱くなったチームは開幕直後に7連勝するなど4月を14勝11敗で終えた。5月を10勝8敗で乗り切ると6月13日から脅威の10連勝し、7月にも6連勝するなど6.7月で33勝14敗と、貯金19を稼ぐが、8月6日からの2週間で2勝10敗と、 大きく負け越して優勝争いから脱落した。9月以降は負けが込んだが5位の近鉄などを突き放して直近24の3位でシーズン終了した。チームは優勝の西鉄に12勝9敗1分、4位の毎日に14勝8敗と勝ち越したが、前年優勝の南海に8勝13敗1分と負け越し、さらに B クラスの近鉄、東映にも苦戦を強いられた。 毎年恒例の夏場の息切れで優勝できなかったのが響き、西村監督は辞任した。ありがとうございます。